います。彼らと共に平和な社会を目指していきましょう。道ってどんな気分なんすか？それではお一人ずつコメントを。ありがとうございます。しかし辞退できるものならしたかったというのが本音です。救えたはずの命がありました。いただいたナンバーにふさわしいヒーローとなれるよう邁進してまいります。琉球、わかるぞ琉球。お前の心の苦しみが自責の念か。我ら立たねばならぬ。頑張れ琉球、頑張ろう。クラスと順番、暑苦しい。そこがいい。これからもやるべきことは変わらん。チームに加えてくれたエッジショットをはじめ、諸先輩方に恥じぬ働きをしていく所存。なぜあの日私は神野にいなかった。今悪いこと企んでるやつ、私にぶっ飛ばされる覚悟しとけよ。支持率だけであればナンバー3の差でした。数字に頓着はない。結果として多くの支持をいただいたことは感謝しているが、名声のために活動しているのではない。安寧をもたらすことが本質だと考えている。それ聞いて誰が喜びます？ステインくらい。いいぞ、生意気だ。相変わらず輪を乱すのが好きだな。我慢が苦手なだけですよ。支持率だけで言うと、ベストジーニストさん活動休止による応援ブーストがかかって1位、2位が俺、3位エッジショットさんで、4位がエンデバーさん以下略。支持率って俺は今一番大事な数字だと思ってるんですけど、過ぎたことを引きずってる場合ですか？やること変えなくていいんですか？象徴はもういない。節目のこの日に俺より成果の出てない人たちが何を安牌切ってんですか？もっとヒーローらしいこと言ってくださいよ。なんかしかめ面してると思ったら、ほんま何考えとるかようわからんな、あいつは。ホークス22歳、前回のチャートでトップ3入りを果たしたヒーロー。18歳で事務所を立ち上げ、なんとその年の下半期にはすでにトップ10に入っている。10代でのトップ10入りは史上初、最速最年少。人は彼を早すぎる男と呼ぶ。マイペース中間なんちゅうか、そん。俺は以上です。さあお次どうぞ。支持率俺以下ナンバーワン。ホークスの言ってることもうなずけるとこある分、これエンデバー喋りづらいぞ。